セカンド立浪、サードゴメス、ショートがルーキーの福留。外野陣は左からバッター坪井が左バッターボックスに入って、帝国6時プレーボールです。あ、ストレート、バッターは坪井、2球目打ってショート福留突っ込んでくる、軽快な動きでワンアウト。まず先頭バッター打ち取りました。いい当たりだ、センターバックス、ピッチャーバックス、どうだ、バックスクリーンに入るか、入るか、入った、18号見事なホームラン、清水アウトの後追加点、松井。そしてここは小笠原という場面。さあ門倉、ここは踏ん張ることができるんでしょうか。その4球目、この当たり、そして門倉はこの仕草、ギリギリファール。あのね、フォークボールで勝負いってるんですよね。だから門倉の気持ちがね、ファールになってくれ、ファールになって、その気持ちが通じました。そうでしたね。そして次のボール、今度は吉田がダイビングキャッチ。まあね、フォークボール打たれてファールになってますよね。本当はまっすぐ勝負したいんですよ。だけどここは門倉が